太平洋北西部に存在する3つの台風2015年の台風のデータ。データは基本的に気象庁の情報に基づくが気象庁が熱帯低気圧としていないもの。2014年12月29日に発生した台風23号は31日に弱体化して熱帯低気圧となったが年をまたいで1月2日まで南シナ海に存在していた。 1>, 1号の発生は1月14日。台風が発生すること自体少ない番頭から、初春であってもハイペースで発生し、3月の時点で台風が4つ発生、なおかつ発達する傾向にあった。その後、4月上旬に台風5号が、5月に6.7号が、それぞれ発生するなど、過去最も早いペースで台風が発生した。7月初旬には、 梅雨時期としては2002年以来13年ぶりに台風が3つ同時に存在する状態になった。また7月に発生した台風12号は史上初の越境、復活、日本に上陸した台風となるなど、さらに8月には8年ぶりに2つの台風が同時に発生した。そして12月には 台風27号が発生したことで、1951年の統計開始以来初めて、1月から12月まで、毎月台風が1個以上発生した年となった。しかし、1ヶ月で6個以上発生した月はなく、総数は27個だった。201,501.01W アマン1月9日に、ポンペイ島付近で発生した熱帯上覧が成長。 13日には、熱帯低気圧となり、合同台風警報センターは、熱帯低気圧番号 01W を与えた。熱帯低気圧は、日本時間14日15時に、フィリピンの東の北緯10度20分、統計138度25分で台風となり、アジア名名カラーと命名。台風は15日に、フィリピンの監視エリアに達したため、 フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名アマンと命名した。16日には、ルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島などに、シグナル1から2の暴風警報が発令された。台風は16日から17日にかけての24時間で、中心気圧が21ヘクトパスカル低下して975ヘクトパスカルに達したがその後再び勢力を弱め、 現地時間17日午後3時に、ビサヤ諸島東サマル州のドローレス付近に上陸した。フィリピンの東岸を北上した台風は1月19日3時に、北緯16度、統計122度で熱帯低気圧になった。フィリピンでは事前に約11万人が避難したが、台風によって各地で水害や土砂崩れが発生し、21日までに確認されている被災者は、 約11万人。その他家屋の前半会271棟、死者3名、被害額は約3億1870万ペソとなっている。20万 1502.02W2 月4日に、コスライで形成が始まった熱帯上乱が成長し、合同台風警報センターは7日に、熱帯低気圧番号 02W を与えた。02W は2月8日3時に、 マーシャル諸島の北緯11度25分、統計157度25分で台風になり、アジア名、ヒーゴスと命名された。8日から9日にかけて、震度を西寄りに変えて、マリアナ諸島の東の海上に進み、10日には北寄りに、震度を変えると,とともに、中心気圧が12時間で35ヘクトパスカル、低下して940ヘクトパスカルに達するなど、一旦急速に発達。 非常に強い台風となったが、その後勢力を弱め、11日21時に、南鳥島近海の北緯16.1度、統計152.5度で、再び熱帯低気圧となった。また、統計開始以降、台風が存命しなかった期間に発生した台風で、あり、平成31年台風、第2号によって、猛烈な勢力が記録されるまでは、 2月に存命した台風としては過去最大の勢力だった。20万 1503.03W ベティ3月9日にキリバス近海で形成が始まった熱帯上乱が成長し、合同台風警報センターは11日に熱帯低気圧番号 03W を与えた。03W は11日15時。 マーシャル諸島の北緯6.8度、統計170度で台風となり、アジア名バービーと命名された。太平洋上を精神した台風は15日に、最低気圧990ヘクトパスカルに達したが、その後は勢力を次第に弱めながらさらに西に進んだ。台風は17日に、フィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名ベキと命名し、 フィリピン国家災害リスク削減管理委員会は、同日にブルーアラートを発令、強風や洪水などに対する勧告を出す体制をとり、その他の政府機関も災害対応の準備を行った。台風は17日21時に、フィリピンの東の北位15.4度、統計134.5度で、再び熱帯低気圧となり、その後もフィリピンに接近したが、 さらに勢力を弱めたため、フィリピン当局は19日朝に、ベティは低気圧まで弱体化したとして、警戒を終了した。201504.04W チェデン3月23日に、マーシャル諸島近海で形成が始まった、熱帯上乱が成長し、合同台風警報センターは27日に、熱帯低気圧番号 04W を与えた。w は28日3時に、 3月に台風4号が発生するのは1965年以来50年ぶりである。台風は、精神しながら29日からの48時間で、中心気圧が55ヘクトパスカル低下するなど、急速に勢力を強め、31日21時には、中心気圧905ヘクトパスカル、中心付近の最大風速60メートルの勢力で、今年初の猛烈な台風となった。 観測史上、3月に猛烈に発達した台風は、これまで存在しなかった。精神した台風は1日に、フィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ジェデンと命名した、勢力はかなり衰えつつもルソン島に上陸した後、急速に勢力を弱めて5日15時に、北緯18度、東経120度で、熱帯低気圧に変わった。 ちなみに、後の解析で、ピーク時の中心気圧は910ヘクトパスカルに訂正された。20万 1505.05W4 月1日に、ポンペイ島の南東海上で形成が始まった熱帯上欄が発達。3日には熱帯低気圧の勢力となったため合同台風、警報センターは熱帯低気圧番号 05W を与えた。 零語 W は4日15時に、中区諸島近海の北緯8度35分、統計152度25分で台風となり、アジア名、ハイシェンと命名された。当初は西に進んだが勢力をほとんど強めることなく、6日九時に、北緯9度、統計151度で、熱帯低気圧になった。4月7日には称賛した。台風5号が4月4日に発生したのは、 1950年の統計開始以来最も早い記録である。20万 1506.06W ドドン4月30日頃、中区付近で発生した低圧部が5月3日には熱帯低気圧となり、熱帯低気圧番号 06W を与えられた。それが4日3時、北緯9度25分、統計140度40分で台風へと発達し、アジア名のウルと命名された。 5月に台風6号が発生したのは39年ぶりのことである。7日、フィリピンの監視エリアに入ったため、フィリピン名ドドンと命名された。9日頃から台風はフィリピンに接近し、一部を強風域に巻き込んでいるにもかかわらず、10日3時には前日より発達し、中心気圧は930ヘクトパスカルの非常に強い台風となり、さらに、 東海時にはそれまでの予想を超える915ヘクトパスカルにまでに気圧を下げ、猛烈な勢力となった。台風は10日頃にフィリピンにかなり接近し、12日には沖縄の島々を暴風域に巻き込みながら北上した。台風は温帯低気圧になりかけていたため、九州の南に達し、気圧が990ヘクトパスカルほどになっても、最大風速が30メートルで、 暴風域を維持していた。12日18時、四国沖の北三32度ーブ統計134度ーブにおいて、台風としては今年初めて温帯低気圧に変わった。ちなみに、後の解析で、ピーク時の中心気圧は920ヘクトパスカルに訂正されている。20万 1507.07W5 月6日、4日頃から、カロリン諸島近海にあった。 熱帯上乱が熱帯低気圧になり番号 07W を与えられた。翌7日から気象庁は24時間以内に台風になると予想される熱帯低気圧として情報を発表し始めた。実際に台風になったのは9日21時頃である。発生した台風はアジアメイドルフィンと命名された。この台風は5月9日に発生したが、 台風7号の発生が過去最も早かった1971年と比べても10日早く最速のペースと言える。19日から20日頃にかけて小笠原諸島に接近、父島などを一時暴風域に巻き込んだ。21日9時に北緯39.7度、東経152.7度で温帯低気圧に変わった。この台風はこれまでの最も早い発生記録である。 5月19日を10日も更新し、1951年の統計開始以降で最も早く発生した台風7号ということになった。20万 1508.08w6 月19日に南シナ海で熱帯上乱の形成が始まり、次第に発達したことから20日には合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発令。上乱が 熱帯低気圧へと成長したため、同日に熱帯低気圧番号 08W を割り当てた。08W は21日9時に北緯16度10分、統計111度30分で台風となり、アジアメイクジラと命名された。台風は22日に最も勢力を強めた後、24日にベトナムへと上陸。25日3時に北緯22度0分。 統計106度零部で熱帯低気圧になった。台風の接近に伴い中国海南省では20日から全域で豪雨となり、21日には1日の降水量が102ミリ、期間の総雨量は732ミリとなった。発生した洪水によって7400ヘクタールの農地が影響を受け、被害額は1440万ドルに達した。また、 今年ベトナムに初上陸したこの台風により北部で発生した洪水や土砂崩れによってそんな省などで9名が死亡、6名が行方不明となっている。さらにベトナム全土で70棟の家屋が全壊382棟が被害を受け、600ヘクタールの農地が冠水したほか6カ所の灌溉施設や12の橋梁が流出した。 20万1509.09ワットファルコン6月27日、太平洋上で発生した熱帯上乱が成長し、6月30日には合同台風警報センターが熱帯低気圧番号 09W を割り当てた。09W は同日21時にマーシャル諸島の北緯10度、統計159度25分で台風となってアジア名ちゃん本と命名された。 台風9号の6月30日発生は過去3番目に早い記録で6月中の発生は1971年以来44年ぶりである台風は2日15時ごろ、1日に発生しすぐ西の海上にあった熱帯低気圧を吸収したとみられるやや発達して台風は3日0時ろに中心気圧は975ヘクトパスカルに達したあと 少し勢力を弱めて、同日15時に暴風域は消滅したが、4日21時には大型の台風となり、再発達した。そのため、強い勢力となり、気圧は960ヘクトパスカルとなった。台風は暖かく湿った空気で日本付近に停滞していた、梅雨前線を刺激したことで特に、松山市では1時間に48ミリの大雨となった。 9日21時、南西諸島に接近中の台風は、暴風域の拡大と同時に945ヘクトパスカルで非常に強い勢力となった。この時から、沖縄本島などは暴風域に入り、ウルマ市などでは40メートルを超す最大瞬間風速が観測されたほか、沖縄県内各所で非常に強い風が吹いた。その後、日本から徐々に離れ、韓国の方へ向かった。 7月13日9時に朝鮮半島の北緯40度、統計126度で温帯低気圧に変わった。20万1510.10ワット描い7月1日、フィリピンの東で発生した熱帯低気圧 10W が2日21時に北緯15度25分、統計128度50分で台風となり、アジア名、リンファと命名された。 フィリピン大気地球物理天文局には、2日の台風になる前にすでに、フィリピン名、エガイと命名されていた。台風10号が7月2日に発生するという記録は、過去3番目に早い。5日9時ごろ、ルソン島に上陸し、勢力を弱めた後、9日には、カナンに上陸した。10日9時、北緯22度、東経113度で、熱帯低気圧に変わった。 20万1511.11ワット7月3日に発生した熱帯低気圧 11W が4日3時ごろ、マーシャル諸島の北緯9度25分、統計170度30分で台風となりアジア名南ーと命名された。この台風は台風11号としては過去2番目に早く発生した。7日くじに非常に強い台風となった。12日頃から震度を北寄りに変え、 日本の南の海上に達した。台風はさらに北上し、16日23時頃には、高知県室戸市付近に上陸した。その後、瀬戸内海を通り17日6時過ぎに、岡山県倉敷市付近に再上陸した。18日3時に、日本海の北緯37度、統計136度で、熱帯低気圧に変わった。20万 1512.01c。 ゴリンハイ諸島南西で発生した熱帯上乱が成長し、7月10日に熱帯低気圧となったため中部太平洋ハリケーンセンターは熱帯低気圧番号 01C を割り当てた。01C はさらに成長し、翌日にはトロピカルストームの勢力に達したため国際名ハロラと命名された。ハロラは西に進んでミッドウェー諸島近海に達し、 日付変更線を越えて越境台風として観測対象となったことから7月13日9時に気象庁は台風番号を割り当てて平成27年台風第12号とした名前は CPHC によって付けられた国際名ハロラがそのまま使用された太平洋上を精神し続け一時は強い勢力になったが 乾いた空気を取り込んだため18日には衰弱し、北緯17度、統計157度で熱帯低気圧に変わったが、その後も南鳥島近海を西に進み、再発達して初0日に、北緯21度、統計148度で台風に復活した。21日9時に強い台風となった。また、フィリピンにも接近したためフィリピン名、五輪とも命名された。 台風は北上し、25日頃に、奄美地方などを暴風域に巻き込んだ後、東、品川をさらに北上、それと共に徐々に九州本土に近づき、勢力をかなり弱めながらも26日18時半頃、長崎県西海市付近を通過し、19時頃に道県佐世保市付近に上陸した。十六日十一時頃に、津島海峡の北緯十四度、 東計130度で熱帯低気圧に変わった。越境台風が上陸するのは平成9年台風第19号以来観測史上2個目で台風は記録的なものとなった。20万 1513.13w ハンナ7月30日に発生した熱帯低気圧 13w が同日21時にマーシャル諸島の北緯13度35分。 統計159度20分で台風になり、アジア名、ソーデロアと命名された。台風は2日12時からの24時間に、中心気圧が45ヘクトパスカル以上低下するなど、急激に勢力を強めた。4日には今年最強の中心気圧900ヘクトパスカル、最大風速60メートルの猛烈な台風となり、また、同日に、 フィリピンの監視エリアに入ったことからフィリピン名藩など命名された。だが、翌日には、台風は勢力がやや衰えたものの、非常に強い勢力を保って沖縄の南に達し、6日15時には大型の台風となった。台風は9日0時頃、台湾に上陸し、その後も精神して、河南に再上陸したが、同日21時に、 北緯28度、東経116度で熱帯低気圧に変わった。しかし、確定値の発表では、カナンに上陸後太平洋に抜け、今年2個目の復活台風となった。また、台風12号と連続した。20万 1514.15W8 月5日にマリアナ諸島の東の海域で発生した熱帯上乱が太平洋を北北西に進みながら、 熱帯低気圧へと発達し、7日に合同台風、警報センターは、熱帯低気圧番号 15W を割り当てた。15W は7日21時に、小笠原諸島近海の北緯23度60分、東経146度60分で台風となり、アジア名、モラベと命名された。台風は、当初、西北西から北西に進んでいたが、 伊豆諸島に近づいた9日午後には進路を東寄りに変え、その後は日本の東の海上へと進んだ。小笠原村では8日の降り始めから10日にかけての総雨量が300ミリに近づくなど50年に一度とされる記録的大雨になり土砂災害警戒情報が発表された。また関東地方では10日に台風周辺の湿った空気が流れ込んだことで大気の 状態が不安定になり、ところによって局地的な雷雨になった。14日各時に日本のはるか東の北緯37度、統計161度で温帯低気圧に変わった。20万 1515.16W2 年8月15日3時にマリアナ諸島で熱帯低気圧 16W が台風となり、アジア名、コーニーと命名された。 16日15時からの24時間で中心気圧が45ヘクトパスカル低下し、17日15時には中心気圧935ヘクトパスカルの非常に強い台風となった。19日フィリピン名遺念と命名された。23日に一旦勢力が弱まったが、24日に東シナ海上で再発達。再び非常に強い勢力となって、十五日六時過ぎに 熊本県荒尾市付近に上陸した。石垣島では最大瞬間風速71メートルを観測し、1941年の統計開始以来最高となった。26日6時に北緯38度、統計133度で温帯低気圧に変わった。20万 1516.17W8 月15日3時にベイク島近海で、 熱帯低気圧 17W が台風となり、アジア名やサニーと命名された。発生して、すぐに台風15号との相互作用のために位置回転し、複雑な動きをする台風に分類された。18日には非常に強い勢力に、19日には大型の台風となった。25日18時に日本のはるか東の北三39度、統計158度で、 温帯低気圧に変わった。なお、台風15号と16号は同じ日時に発生したが、熱帯低気圧として先に解析された熱帯低気圧 16W が若い方の番号を付与された。台風が2つ同時に発生するのは2007年10月の台風16.17号以来8年ぶりである。 20万 1517.03C 協定世界時20日21時、ハワイの南海上で発生した熱帯低気圧零散シーンが21日15時、トロピカルストームに発達、CBHC によって、キロと命名された。22日3時には熱帯低気圧に弱まったが26日21時に発達して再びトロピカルストームとなった。その後、 ハリケーンの勢力に発達しながら精神し続け、日本時間9月1日15時、北緯22度55分の緯度で180度の経線に達し、今年2個目の越境台風の台風第17号として、気象庁の観測対象となった。17号は9日に、南鳥島近海に達し、日本の東の海上を進みながら、次第に接近。11日21時に北緯43度、 統計148度で温帯低気圧になった。20万 1518.18w9 月2日、マリアナ諸島の東で熱帯上九 92w が形成され、5日21時、気象庁が低圧部から熱帯低気圧に格上げした。7日3時、日本の南の北二21度50分、統計139度0部で台風となり、アジア名、アータウと命名された。 台風はやや勢力を強めて速度を上げながら北上し9日10時過ぎに愛知県千田半島に上陸日本海へ抜けた後同日21時に温帯低気圧になったが台風は関東地方に暖かい風をもたらして積乱雲を多発させて大雨が降った10日12時には木の川の堤防が決壊し茨城県と栃木県に 大雨特別警報が発表された。その後も前線に影響して、日本各地に大雨を降らせた。20万1519.19ワット9月13日、南シナ海で発生した熱帯低気圧が14日3時に、北緯15度40分、東経110度50分で台風となり、アジア名、バム港と命名された。台風は西に進んで、ベトナムに上陸した後、 ラオスに達し、15日9時に北緯16度、統計106度で熱帯低気圧になった。ベトナム、ラオス、カンボジアなどインドシナ半島各地で台風を呼び、それから変わった熱帯低気圧によって大雨となり、ベトナムのダナンでは現地時間14日夕方までに215ミリを観測した。20万1520.20ワット9月14日。 グアム島の東方の海上で形成が始まった熱帯上乱が次第に発達、気象庁と合同台風警報センターは監視を開始し、JTWC は熱帯低気圧番号 20W を割り当てた。20W は16日3時にマリアナ諸島の北緯18度50分、統計149度30分で台風となり、アジア名黒番と命名された。台風は17日にかけて、 小笠原近海に達し、同日3時には強い台風に、21時には非常に強い台風になった。19日には強い台風へと若干勢力を弱めて、小笠原諸島の父島に接近。台風本体の雨雲が接近したことにより、小笠原諸島では大雨となり、19日4時頃までの1時間で約80ミリの降雨を観測。4時18分に、 東京都小笠原付近で記録的短時間大雨情報が発表された。台風は19日にかけて次第に進路を東寄りへと変え、21日3時に日本の東の海上の北緯35度、東経151度で温帯低気圧になった。20万1 5 2 1 2 1 w 時に9月14日、グアム島の東方海上で形成が始まった熱帯上乱が 北東に進みながら、次第に成長。合同台風警報センターは22日に、熱帯低気圧番号 21W を割り当てた。21W は23日3時に、フィリピンの東の北緯17度40分、統計138度10分度で台風となり、アジア名、ルーゼンと命名された。西寄りに進んだ台風は23日に、フィリピンの監視領域に達したため、 フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名ジェニーと命名。25日夕方にはフィリピンの各政府機関が代用準備を開始した。台風は25日午後に強い台風へと勢力を増し、26日午後に沖縄の南へと接近。27日未明に非常に強い台風になった。28日夕方には先島諸島に最接近。また、 与那国島の与那国町疎内で15時41分に南東の風81.1メートルの最大瞬間風速を観測し、一時は猛烈な台風となった。台風の接近したフィリピンでは25日夜に南サンボアンガ州で豪雨による鉄砲水が発生。約1万3000人が被災、13棟の家屋が損傷し、2名が行方不明になっている。 台風は28日夜に台湾の宜蘭県南沖合に上陸29日未明にかけて台湾本島を横断した。台風の上陸した宜蘭県では最大瞬間風速68.4メートルを観測。27日午前0時から29日午前7時までに宜蘭県太平洋まで914ミリの大雨になったほか北部の山間部でも期間降水量が 約500から700ミリに達し、各地で地滑りが発生。29日までに判明している死者3名、負傷者346名、また1万2000名以上が台風に備えて避難した。台風は29日午前、中国本土の福建省から上陸した後、カ南に達して21時に北緯26度、東経116度で熱帯低気圧に変わった。 20万 1522.22W カバヤン9月28日にヤップ島の北西海上で形成が始まった熱帯上乱が精神しながら次第に発達。気象庁は30日3時の段階で熱帯低気圧として観測を開始。一方、合同台風警報センターは30日に熱帯低気圧形成警報を発し、10月1日に なって、熱帯低気圧番号 22W を割り当てた。フィリピンに接近した2 2トに対してフィリピン大気、地球物理天文局は1日に、フィリピン名カバヤンと命名し、ルソン島各地に、シグナル1の暴風警報を発令。同日夜に、アウロラ州などで、シグナル2へと格上げした。22W は、現地時間の2日0時20分頃に、アウロラ州から上陸。 2日3時に、ルソン島で台風となり、アジア名、ムジゲと命名された。台風は、現地時間の2日8時頃に、パンガシ南州のリンガエン湾へと抜けた後、南シナ海を西寄りに進んで、関東省が南周半島付近から上陸。5日く時に、カナンで熱帯低気圧になった。なお、この台風のアジア名である、ムジゲは、この台風限りで、使用中止となり、 自順からは、スリゲというアジア名が使用されることになった。20万 1523.23w9 月29日に、ウェーク島の南東海上で形成が始まった、熱帯上乱が10月2日になって、熱帯低気圧へと急速に成長。10月2日15時に、ウェーク島近海の北位18度35分、統計六十六度十五分で台風となり、アジア名。 超イワンと命名された。発生時点で、強風域が半径750キロに達するなど、大型の台風で、発生時の大きさとしては、史上2番目である。西寄りに進んだ台風は5日夜に、南鳥島近海に達し、6日以降は進路を、北寄りに変えて、日本の東の海上を速度を上げながら北上。7日21時には、 温帯低気圧に変わりつつも超大型の台風となったが、8日12時に北緯41度0部、東経148度0部で温帯低気圧になった。この台風の影響で、根室地方の沿岸で顕著な高潮が発生し、根室市や野付郡別海町で建物の浸水などの被害が発生した。20万 1524.24W ランドを10月11日に、 グアム島の東の海上で形成が始まった熱帯上乱が発達し合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発して観測を開始13日に熱帯低気圧の勢力に成長したため JTWC は熱帯低気圧番号 24W を割り当てた 24W は13日21時にフィリピンの東の北緯16度00分 統計139度10分で台風となり、アジア名コップと命名された。発達しながら精神していった。この台風は、フィリピン名でランドーと名付けられ、日本時間18日朝に非常に強い勢力で、ルソン島中部に上陸した後南シナ海へ抜け、21日15時に、バシー海峡の北緯20度、統計123度で、熱帯低気圧になった。その後、 23日9時に沖縄の南海上で低圧部に21時に低気圧に変わった。20万 1525.25W10 月12日にマーシャル諸島近海で形成が始まった熱帯上乱が北西にゆっくりと進みながら熱帯低気圧の勢力に成長したため合同台風警報センターは13日に熱帯低気圧番号 25W を割り当てた。 25W は14日3時に、マーシャル諸島の北緯13度25分、統計158度35分で台風となり、アジア名チャンパーと命名された。精神した台風は15日にマリアナ諸島近海に達し、16日には風速35メートルの強い台風に、18日夕方には風速45メートルの非常に強い台風になったが、その後再び、 強い台風へと一旦勢力を弱めた。マリアナ諸島付近から進路を北寄りに変えた台風は、その後ゆっくりと北上して、小笠原近海に接近。22日9時には、再度、非常に強い台風へと勢力を回復して、伊王島の南の海上に達した。台風は、日本の東の海上へと進み、25日21時に、北緯38度、東経168度で、 温帯低気圧になった。20万 1526.27W マリリン11月12日にマーシャル諸島で形成が始まった熱帯上乱が次第に成長。熱帯低気圧の勢力に成長したため合同台風警報センターは17日に熱帯低気圧番号 27W を割り当てた。27W は17日21時にマーシャル諸島の北緯四度55分。 統計159度35分で台風となり、アジア名インファと命名。太平洋上を精神した台風は、20日にはマリアナ諸島の南東海上に達して強い勢力に、21日には非常に強い勢力へと成長。22日午後にはフィリピンの監視エリアに入り、フィリピン名マリリンと命名された。23日頃から次第に震度を北寄りに変えて、 その後は北東に進み、27日9時に日本の南の海上の北緯28.1度、統計147.4度で温帯低気圧になった。20万1527.28台風は12日未明にフィリピンの監視領域に達し、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名の名と命名した。した台風はフィリピンに接近しながら日以降、 勢力を強め、14日にフィリピンのサマール島に上陸した。その後、2日ほどかけてフィリピンを横断し、16日には南シナ海に抜けた。17日9時、熱帯低気圧に変わった。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番はアジア名、ダムレイが1とされている。また、フィリピン名は熱帯低気圧が監視エリアに入ったとき、 フィリピン大気地球物理天文局が命名するもの。なお、台風12号と17号は、成形域で発生したため、成形域で付けられた国際名がそのまま使用された。熱帯低気圧番号は、合同台風警報センターが、熱帯低気圧と認めたものに付与し、同期間をはじめ海外の各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局が、 フィリピン名を命名している場合、フィリピン名も平気。また、熱帯低気圧番号がない場合も、気象庁が熱帯低気圧としたものを、以下、単に TD と示す。7月2日、台風9号に吸収される。7月14日9時、沖縄の南で TD 発生。同日21時には賞賛したが、翌15日18時に、フィリピンの東で TD として、 再発生した模様。16日21時、台風11号に吸収された。台風に発達することはなかったものの、熱帯低気圧本体の雨雲やその周辺の湿った空気の影響で沖縄と九州南部で大雨が降った。JTWC は7月24日3時、12W が TS 強度に達していると解析したが、気象庁はそれを台風と分類しなかった。 結局、台風に発達せず、25日21時に衰弱し、消滅した。8月1日、東京の南東約940キロの海上で、熱帯低気圧が発生。2日15時、JTWC が熱帯低気圧番号 14W を割り当てた。発生してから5日ほどかけてゆっくりと西に進み続け、東海沖まで進んだが、気象庁では、 台風として扱わず、特にこの熱帯低気圧に関する注意喚起もしなかったが、低気圧が紀伊半島付近を通過した6日未明は、紀伊半島南部で局地的な雷雨となり、落雷も観測された。6日3時頃、和歌山県の潮の三崎付近に達し、6時には消滅した。10月7日、西経域で発生した熱帯低気圧が統計域に入ったが、 10月8日21時に低圧部に弱体化された。気象庁は低圧部として解析続けたが、10月10日に JTWC は 08C を消滅させてすぐ、隣に熱帯上欄 91W をマーキング開始した。10月20日、台風25号の東海上で発生。10月21日、台風25号の東にあった熱帯低気圧のさらに、 東海上で発生。22日9時に JTWC が熱帯低気圧 26W を割り当てた。22日には台風に発達する可能性を気象庁が発表したが、23日3時、北にあった停滞前線に吸収され、温帯低気圧に変わった。なお、今年初めての台風に発達する予報を発表したが、台風にならなかったケースであった。 12月中旬に発生した低圧部が14日に熱帯低気圧になって JTWC によって熱帯低気圧番号 29W が割り当てられ16日にはフィリピンの監視エリアに入ったためパガサによってフィリピン名、オニょくと命名接近に伴い17日には南スリガオ州などにシグナル1の暴風警報が発令された18日には ダバオ地方に上陸したが、その後に低気圧へと弱体化。なお、接近した15日から18日にかけて、ミンダナオ島では大雨となり、風速15メートルを観測した。気象庁は台風情報を発表して、この熱帯低気圧が台風に発達する可能性を示したが、発達はあまり見られず17日15時に情報の発表を止めた。 日付変更線のすぐ東で発生した熱帯低気圧 04C が8月21日にトロピカルストームの勢力に発達し CBHC によってロークと命名された。ロークは日付変更線に沿うように北上し続け、震度をやや西寄りに変え始めた日本時間27日朝頃180度の経線を越え、 990ミリバールの勢力で統計域に入ったとアメリカの気象機関ウェザーアンダーグラウンドなどによって明らかにされた。しかし気象庁はロークを台風と認めず越境の際1000ヘクトパスカルの低気圧に変わったとした。当日9時の実況天気図では台風16号から変わった温帯低気圧の東海上に L があり横に フォーマートロピカルストームローケイと記されている。その後、低気圧は台風16号に吸収された。ただし、気象庁が台風に分類していないため、この熱帯低気圧の詳細情報は表示しない。また、この記事での熱帯低気圧の総数にも含めない。ありがとうございます。